それではただいまから菅内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。明けましておめでとうございます。今年が皆さんにとって素晴らしい年になることをまず心から祈念をいたしたいと思います。年頭にあたって私が目指す国の在り方について3つの理念を申し上げます。まず平成23年を平成の開国元年としたい。最小不幸社会を目指す。そして不条理を正す政治。この3点であります。今世界の多くの国が日本に追いつけ追い越せと成長を続けています。そういう国々のリーダーと話をすると、自分たちは日本を目標にしてモデルにして頑張ってきたんだ、口々に言われます。そうです。これまで多くの国に財政的な援助や技術的な援助をしてきた兄貴分が我が国日本だと言えます。私はこれからもそうした国々の成長を支援する、同時にそれらの国々のエネルギーを逆に我が国のエネルギーとして日本の成長につなげていくことが今必要だと考えております。そのためには、貿易の自由化の促進、そして一方では、若者が参加をできる農業の再生、この2つをやり遂げなければなりません。平成23年を、そうした人、物、金ばかりではなくて、明治維新や戦後に続く日本人全体が世界に向かって羽ばたいていくという、そうした開国を進めていく元年としたい。そしてこの開国を進めるためには、貧困、あるいは失業といった不幸になる要素を最小化することが何よりも必要です。社会保障について、今後の不安が広がっております。昨年の参議院選挙では、やや唐突に消費税に触れたために、十分な理解を得ることができませんでしたが、今、社会保障の在り方と、それに必要な財源を、消費税を含む税制改革を議論しなければならないという、そのことは誰の目にも明らかであります。幸いにして、自由民主党も公明党もそうした姿勢を示されております。今がまさにその時だと思います。しっかりした社会保障を確立していくために、財源問題を含めた超党派の議論を開始をしたい。野党の皆さんにも参加を呼びかけます。そして、アジア太平洋をめぐる安全保障についても、我が国のためだけではなく、この地域全体の安全安定を考えた行動が必要です。日米同盟の深化は、そうしたアジア太平洋地域の安定のためにこそ必要だ、こういう観点で推し進めてまいります。このような開国を進めていくにあたって、
もう一つ考えておかなければならないことがあります。それは、国民の皆さんがおかしいなと思っていることに対して、しっかりと取り組んでいくことであります。私は、東京都に所在する硫黄島で、多くの遺骨が残されていることを知ったとき、なぜこんなことになっているんだろう、不思議に思いました。総理になって、特命チームを作って、アメリカの公文書館で調査をして、大きな埋葬地を見つけることができました。先日、私も出かけた追悼の式典を行いました。ご遺骨を家族のもとに返すことは国の責任です。また、若い人が学校を卒業しても仕事がない、子供を産んでも預かる場所がない、あるいはいろいろな難病について十分な手当がなされていない、こういった問題についてもしっかりと取り組んでいきたい。私自身、特命チームを作り、取り組んでおりますが、これからもこうした不条理と思われる問題で、直接私が取り組むことがふさわしい問題については、しっかりと新たな特命チームを作って進めてまいりたい、このように考えております。そしてもう一つ、不条理ということに関して言えば、政治と金の問題があります。私が初めて衆議院選挙に立候補したのは、ロッキード選挙と呼ばれたその選挙でありました。政治と金を何とかしなければ、日本の民主主義はおかしくなってしまうという思いから、30歳の時に初めて立候補いたしました。今、なお政治と金のことが国民の皆さんから不信の念を持って見られている。これでは、これから多くの改革を進める上で、国民の皆さんにも痛みを分かち合っていただくことがとてもできません。今年をそうした政治と金の問題にけじめをしっかりつける年にしたい。小沢元代表にも、自らの問題について国会できちんと説明をしていただきたいと考えております。最後に、国会について申し上げます。私も野党の議員が長く、時々の、その時々の政府を厳しく批判してまいりました。そのことを通して、国民の皆さんに、時の政権の政策の矛盾などを示していきたいと考えたからであります。しかし、今振り返ってみますと、政局中心になりすぎて、必ずしもそうした政策的な議論が十分でなかった場面も、党として、あるいは私としてあったのかなと思っております。今、政権交代が繰り返される中で、ほとんどすべての党が、与党、野党を経験いたしました。その国会が、残念ながら、必ずしも政策的な議論よりも、とにかく政局的に解散を求める、あるいは総辞職を求めるといったことに議論が集中しているのは、必ずしも国民の皆さんの期待に応えていることにはならないと思います。私たちも反省をします。同時に、与党、野党を超えて、国民の目から、皆さんの目から見て、国会がしっかりと国民のために政策を決定しているんだと、こういう姿を与野党を超えて作り上げていきたい。野党の皆さんにもご協力をお願いします。その中で特に2点について具体的にお願いしたいと思います。一つは、国会での質疑の、その質問用紙を、質問をされる
せめて24時間前には提示をいただきたいということであります。先の臨時国会で、予算委員会などでは、前の日のその質疑を翌朝5時に起きて、そしてそれを見て頭に入れるのが精一杯という時間の拘束がありました。これでは本当の意味での議論ができません。イギリスでは3日前までに質問用紙を出すというのが慣例になっておりますけれども、せめて24時間前にそうした質問を用紙を出すということを与野党を超えての合意とぜひしていただきたいと思います。また国際会議などが大変重要になっております。トップセールスと言われるいう言い方も強くされております。そういう閣僚が海外に出ることについて国益にかなうことであれば、与野党を超えて国会の日程も工夫をして送り出す、このような慣例もぜひ生み出していただきたい。そしてこのことは国会自身の役割であると同時に、国民の皆さん、あるいはメディアの皆さんの目から見て、もっとそうした国会のあり方についてこうあるべきだ、そのことをぜひ第三者的な目からも積極的に発言をいただければ、このように考えております。以上、念頭にあたっての私の考え方を申し上げさせていただきました。あとは皆さん方からのご質問をいただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。それでは質疑に移ります。質問される方は私の方から指名させていただきますが、まず所属とお名前をおっしゃってからご質問の方よろしくお願いいたします。それでは、松山さんお願いします。総理明けましておめでとうございます。おめでとうございます。テレビの松山です。総理、内閣改造について質問させていただきます。総理は通常国会に向けて強力な体制をとおっしゃいましたけれども、何に重点を置いて人事をいつごろ行うことを想定していらっしゃるのでしょうか。 また内閣改造にあたっては現在の閣僚からの増員も想定されているのか、また党人事についても刷新するお考えでしょうか。野党が審議に応じない構えを見せる中、戦国馬淵両大臣の問責については国会審議に支障になると判断すれば交代の可能性も視野に入れているのでしょうか。お願いします。通常国会は国民の皆さんの生活に最も重要な予算の審議の場であります。その予算をしっかり審議をして、そしてできるだけ迅速に成立をさせ、国民生活にプラスになるようにしたい、その目標に向かって最も強力な体制を作りたいというのが私の基本的な姿勢であります。それにあたっていろいろな要素を考えなければいけないというご指摘はその通りでありますけれども、基本的なそうした姿勢を持って、具体的な問題はこれからさらに熟慮していきたい、そう思っております。それでは次の方お願いします。じゃあ山下さんお願いします。北海道新聞の山下です。民主党の小沢一郎元代表の国会招致問題についてお聞きします。小沢氏は国会の状況次第で通常国会冒頭や予算成立後に整理しに出席するという姿勢を示しておりますけれども、総理はあくまで無条件での通常国会前への出席を求める姿勢を貫かれるのでしょうか。小沢氏がこうした条件付きの出席の姿勢を移さない場合はどう対応するおつもりでしょうか。政治審での議決やさらには承認喚問なども想定されているんでしょうか。また小沢氏が強制起訴となった場合、民主党代表として総理が小沢氏の離党勧告もしくは除名を言い渡すことも考えられているのでしょうか。お聞かせください。小沢元代表は、自ら国会で、説明するということを言われているわけですから、
その言葉通りの行動を取っていただきたいと思います。また起訴が実際に行われたときには、やはり政治家としての進退を明らかにして、裁判に専念されるのであれば、そうされるべきだと考えています。それでは次の方、じゃあそちらの方どうぞ。はい。目標を達成するにはスケジュールというのが非常に大事だと思うんですが、先ほどもちょっとお出になりました消費税改革、社会保障改革、それから普天間基地の移設問題、どんなスケジュールで結論をお出しになることでしょうか。先ほど申し上げましたように、社会保障とその財源、財源の中には消費税を含む税制改革が含まれますが、これは一体的なものだと考えています。我が党の中でもそういう考え方で、党の方針を固めておりますし、多くの政党もそうした社会保障とそれに伴う財源問題を一緒に議論しようと、そういう姿勢でありますので、それはどちらが前後ということはありません。普天間の問題は、5月28日の日米合意を踏まえながら、しかし同時に、沖縄における基地が長い間、本土に比べて、多く残されているというこの問題、やはり日本全体として受け止め、考えなければならない問題だと思っております。できる限りの負担軽減、このことを合わせて積極的に取り組んでいきたいと考えています。お伺いしたかったのは結論の時期なんです。目標ですね。社会保障とその財源の問題は、できればできるだけ早い時期に与野党を含めた超党派の協議を解消したい、そして6月ごろまでを一つの目処にしてですね、一つの方向性を示したいと、このように思っております。はい、それでは次の方、それじゃあ松浦さんお願いします。共同通信の松浦です。ねじれ国会でその予算関連法案が、どうにも通らないという状況になった場合は、衆院解散総選挙というのも選択肢に入ってくるのでしょうか。私の念頭には解散の彼女もありません。はい、それでは次に外国プレスの方、それじゃあ広川さんお願いします。ブルームバーグの広川と申します。TPP の問題についてお聞きします。この問題は、総理の閣議で平成の開国風に対する本気度を図る一心的とも思える問題かと思うんですけれども、先後官房長官は、農業改革の基本方針をまとまる6月前後に交渉参加の是非を判断するのは望ましいという考えを示されています。総理は、この問題で、交渉参加の是非をいつ頃までに、判断しようと考えていらっしゃるのか、また大きな影響を受ける農家の方々の理解を得るためにどう説明し、どう対策を打っていくお考えなのか。現在TPP に参加する場合に必要となる農業対策の具体策を検討をしている状況であります。そういう議論を踏まえながら、最終的な判断を6月ごろというのが一つの目処だとは思います。できるだけ早い時期にそうした状況が生まれればいいと、こう考えております。それでは次の方お願いします。それじゃあ山口さんお願いします。 NHK の山口です。総理は先の臨時国会で、熟慮の国会ということで話し合いを求めていかれましたけれども、今回の通常国会も引き続きそういう姿勢で臨むのかどうかということと、それから自民党は対決姿勢を強めていまして、冒頭から新旧憲も辞さずということなんですが、そうなった場合には対決型になっていくのか、その辺のところをお聞かせください。
まあ、基本的には先ほど冒頭も申し上げましたように、国会という場がですね、ある程度、まあ、政党ですから、政権を争うという側面もあっても、それは致し方ないところでありますけれども、やはり先進国で政権交代が繰り返されているところの国を見るとですね、例えばイギリスなどでは、新たに政権交代が行われれば、まあ、次の選挙は大体5年先ということでですね、議論は行われるけれども、まあ、すぐにやめろとかやめるなという議論はあまり行われておりません。多くの国がですね、ある一定期間は政権交代が行われれば、そちらの党が政権を担うと。で、何年かやってみて、次の選挙の機会に、そのことを国民に問うと。これが政権交代の建設的な運営の仕方ではないかと、このように思っております。そういう意味で、基本的にはしっかりと政策を議論していきたいという姿勢は変わりありません。それでは次の方、じゃあ、五十嵐さん、どうぞ。読売新聞の五十嵐です。総理、先ほど、元代表の問題について、政治家としての、まあ、起訴された場合はですね、政治家としての出処進退を明らかにして、裁判に専念されるのであれば、総裁にすべきだというふうにおっしゃいましたけれども、これは議員を辞職すべきだというお考えを示したということでよろしいんでしょうか。それと不条理を正していくということであれば、総理は取り込むというふうに言っていましたけれども、小沢さんの問題について、総理はどういう働きをされたいと思っていらっしゃるでしょうか。まあ、私が初めて当選した1980年、まあ、当時、田中元首相が闇将軍と呼ばれておりました。やはりそういう姿を見て、私は日本の政治を変えなければならないという思いを一層強くしたことを今でも記憶をいたしております。そういった意味で、まあ、どなたが何をということを超えてですね、もうこういった問題は、日本の政治の社会で、金の問題が何かこう議論をしなければならないという状態そのものをですね、脱却したいというのが私の思いです。そういった意味で、小沢元代表に関して、起訴がなされたときには、ご本人が自らですね、そうしたことも考えられて、自らの出処進退を決められることが望ましいということを申し上げたところです。はい、それでは次の方、それでは上杉さん、どうぞ。はい、フリーランスの上杉隆です。開国元年という言葉は非常にいいなと心に響きましたが、総理は、まあ、野党時代から、情報公開、そして今、クリーンでオープンということを訴えてますが、ぜひそこで、伺いたいのが、情報公開の観点から、官房機密費の、公開、さらには官房長官会見の創設、そしてこの記者会見のフェアなオープン化ということをお約束されましたが、これを守っていただく時期はそろそろ来たんではないかと思います。先ほど小沢さんに言った言葉、守っていただきたい、総理自らおっしゃいましたが、総理ご自身この件に関してやるかやらないか、この場でお聞かせいただけますでしょうか。まあ、会見のあり方について何度かこの場でご質問といいますか提案をいただきまして、私もできるだけオープン化すべきだという姿勢で、私自身の会見は望んでおります。また、閣議あるいは閣僚懇の席でも、各閣僚にできるだけそういう姿勢で臨むようにということを申し上げているところです。まあ、官房機密費の問題は、いろいろな経緯、いろいろな判断がありますので、官房長官と十分考え方を合わせて対応していきたいと思っております。それでは次の方お願いします。それじゃあ後藤さん、どうぞ。時事通信の後藤です。2011年度の予算案についてお伺いします。年末の段階で官房長官、総合官房長官と岡田幹事長は修正の可能性に言及されました。それについてはもう総理にお考え共有されているんでしょうか。まあ、予算を作った立場からすれば、最も国民の皆さんにとってふさわしい予算ということで、
閣議決定をしたわけです。と同時に、国会の場で多くの政党の皆さんにも理解をいただき、できればより多くの皆さんに賛成をいただきたいというのも、もう一つの大きな要素であります。まあ、そういうことを、両方のことを考えながら、対応を決めていきたいと思っています。それでは次の方、坂尻さん、どうぞ。朝日新聞の坂尻と言います。野党との連携についてお伺いします。昨年の末に立ち上がれ日本との連立話というのが浮上しましたが、これは立ち上がれ側が連立は拒否するということを確認しておられています。で、今回はこの件をもってですね、なかなか野党との連携は端緒をつかむのは難しいと思われますが、総理としてはその連立ということはもう断念して、政策ごとの部分連合という道を目指されるのか、あるいはなお引き続き連携できる野党と連立政権を組むという道を目指されるのか、どちらを目指されるお考えなんでしょうか。まあ、昨年のいろいろな動きも政策的に、一緒に、やっていけないかということの話を基本として、進めてきたと、こう理解しています。その姿勢はどの党に対しても、この国会でも変わりません。それでは次の方、青山さん、どうぞ。日本テレビの青山です。先ほど内閣改造について総理はですね、具体的なことはこれからさらに熟慮したいとおっしゃいましたけれども、実際具体的にですね、その戦後官房長官の問責決議すでに可決しているわけですね。ただですね、問責決議このままの状態だと、この通常国会でも何本も出てきて何本も可決する可能性だってもちろんあるわけですね。現段階でこのそれこそ、この本予算を審議する通常国会の前をにして、この問責決議に対するですね、どのような菅政権としてスタンスで臨んでいくのかというのは非常に大事な観点かと思うんですが、現在の菅総理のお考えをお聞かせください。いろいろな識者の皆さんからですね、いろいろな考え方を私に参考になるのではないかということで、示していただいているケースもあります。一つの例を申し上げますと、衆議院では、いわゆる不信任、という内閣不信任案というものがあって、それが可決すれば、総辞職をするか、それとも一方では衆議院を解散することができるという、規定はもちろん皆さんご存じのとおりであります。しかし参議院の問責については、例えばそれが成立、内閣に対するものが成立したとしても、総辞職をするか、解散をするという形にはなっておりません。つまり参議院に対しての解散ということは、憲法上規定されておりません。ということは、もし参議院が問責をしたときに、それが即辞任をしなければならないということになるとすれば、それは衆議院よりもより大きな権限を持つことになるのではないかと、これは今の憲法の構造からして、必ずしもそういうことを今の憲法は予定していないのではないかと、こういう意見もいただいております。いずれにしても、こういったいろいろな意見をですね、やはり党の方、あるいは国会の方で議論していただく場面もあっていいのではないかと思っております。それでは次の方、どうぞ。それじゃあ一番その奥の方、そちらの方、ね、はい。専門誌の酪農経済通信の会長と申します。先ほど総理は開国ということを使いながらいましたが、開国と農業の再生の両立を図るという観点で言えば、今後国内対策と国民負担を含めて多額の財政措置も必要になるという考えも出てくるかもしれないんですが、そうした点も今後推進本部や実現会議で議論になりまして、多分先ほど6月に出てされているという話もありましたが、基本方針の策定の中で税制改正等も含めて議論になっていくということで考えているようにします。日本の農業を再生するという目標に向かって、あらゆるそれに関わることを
を議論する必要があると思っています。と同時に、先ほど申し上げましたが、まあ、現在日本の農業が抱えている問題は、まあ、例えば就業している人の平均年齢が66歳というですね、若い人が農業に従事を、まあ、したくてもなかなかする機会が持ちにくい、そういった問題もあります。また同時に6次産業化と言われるような経営の在り方についてもですね、もっと推し進めなければなりません。まあ、そういった意味でいろいろな財政的な問題ももちろん議論としてあるいは必要となる場面はあり得ますけれども、ただそれで物事が進むというよりも根本的な農業の構造をどのようにすれば世界に開かれたものになっていくのかですね、私本当に感じるのはですね、多くの外国の人がやってきて日本の料理ほどおいしいものはないと、日本の食べ物ほど安心しておいしいものはないということを口々に言われます。そういう意味では農業も開かれた農業にしていくことが私は可能だとこう考えています。それでは時間が過ぎておりますので、最後の質問とさせていただきます。じゃあそちらの方どうぞ。はい、琉球新報の稲福といいます。先ほど総理は不条理を取り除きたいという話をされていましたが、沖縄に米軍基地が集中することも不条理なことだと思います。これは5月の日米合意通り辺野古に移設されたとしても沖縄に集中するという状況は変わりません。総理はこのことについて不条理だと考えますでしょうか。あとして日本全体で受け止めできる限りの負担軽減をという話もありましたが、もう少し具体的にどのようなことに取り組めば負担軽減になるのか、総理の考えをお聞かせください。まあ、私も多少ではありますけれども沖縄の歴史などに触れた書物も拝見をさせていただきました。まあ、戦後に限ってみても日本へ復帰された後においてもですね、本土におけるつまり沖縄以外の米軍基地が大きく削減された中で、沖縄の基地があんまり減らされなかったというこのことは私にとっても、まあ、政治家の一員として大変残機に耐えない思いをいたしておりまして、そのことは沖縄でも申し上げたところです。まあ、そういう意味で、まあ、不条理という言葉で言い尽くせるかどうか分かりませんが、その一つだと考えております。そういう思いをしっかり私自身持ちながら、それでは具体的にどのようにしていくかということで先だって沖縄で私なりの考え方を申し上げさせていただきました。何としても全体としては沖縄の基地負担を引き下げる方向で、できることをできるだけ迅速に進めていきたいというのが基本的な姿勢です。それではこれをもちまして記者会見を終了いたします。ご協力大変ありがとうございました。